熊は5日、所有者がわからないまま放置されている土地の活用を可能にする対応策を固めた。公共事業で利用する際に土地収容の手続きを簡略にするほか、広場などを教えるようにする、利用権を創設する。来年の通常国会に所有者不明土地に関する特別措置法案を提出する方針だ。所有者不明で解体が進まない空き家もある、熊本市。 同日開いた国土審議会の土地政策分科会特別部会、部会長、三屋目文雄葉は,はじめ大学院教授で同省が説明し、特別部会が中間取りまとめとして了承した。所有者不明土地を活用する仕組みとしては、道路や河川などの公共事業で用いる場合、土地収容法の手続きを簡素化する。居住や事業に使われていない場合、小屋などがあっても、 所有者が発言する機会などがある収容委員会の審理を省き、都道府県知事の裁定で権利取得できるようにする。土地収容をせずに、緑地や広場などに公益的な事業に使う場合は、利用権を設定できるようにする。自治体だけでなく民間事業者も利用でき、現状回復が可能な利用方法で、最低5年程度の利用期間を想定する。 利用できる事業は法令などで明示する方針だ所有者を探す手続きも見直す。現在は固定資産課税台帳や地石調査票、電力、水道事業者の持つ情報は所有者探しに使えないが、行政機関が活用できるようする。一方、個人情報への配慮などから近隣住民や地域の事情をよく知る人への聞き取りは取りやめる。今回は法案に盛り込まない長期的な課題として、 不動産登記制度のあり方や土地所有者の責務の明確化などが残る。国交省や法務省などで引き続き検討する。